冷凍食品とは食材を前処理し急速凍結させたものをそのまま保存し包装した食品を指します。昨年一番売れたのはこの金額でいきますとですね、このピラフ。金額的に、はい、そうです。ははは、はい、あ、これよく見ますよね、はい、それでですね、これが昨年一番量が出た商品でございます。金額というよりも量が出た、量が出たということですね、はい。食べてみたいですね。いやー、どうぞ、行きますから、ね、どうぞどうぞ。澄んだスープ、はい、綺麗ですね。いただきます。味も食感も生物に負けない冷凍食品、うん、このシコシコ感は手打ちに迫ってますよね、はいはい、やっぱりこのなんていうか、このシコ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 感、もうこれ覚えていただきたいですね、うん、ぜひね、ええ、この1年間に396品目の新製品が誕生した冷凍食品、中でもご飯類麺類の売り上げが急増しています。安くてうまくて長期の保存が可能な冷凍食品は冷凍技術の進歩を背景に私たちの食卓を席巻する勢い。こういったメニューの拡大というのはもう考えられないぐらい、もう無限に近いぐらいあるんじゃないかなというふうに思っています。でもそれでもこんな、はい、こんな時代になってもこれだけはできないんだというのはないんですかね。お寿司みたいな商品ございますね。握り寿司、上にマグロが乗ってるような、はいはいはい、それはだからね、非常にやっぱり難しいですよね。じゃあ今市場には電子レンジでチンして食べられる握りの寿司はないです、はい、出回ってないんですか。そうですね、生を使ったやつはないですね。寿司ったらやっぱマグロでしょうからね、マグロのない寿司なんてなんていうことをですね、考えますとやっぱりこれはあまりチャレンジされない方がいいんじゃないですか、はい。冷凍できても解凍すると味も食感も損なわれてしまう食品とはどんなものなんでしょうか。冷凍機のメーカーで実験してみましょう。難しいとされるものは生野菜や果物など水分の多い食品と言われますが、実際どうなるのでしょうか。マイナス37度で急速冷凍してみました。まず海だな。あ、海は綺麗なままだ。見た目にはこういう風に出てきます。はい、戻した時にどうなるっていうことです。あ、豆腐は弾けちゃってる。豆腐の水分は凍結して豆腐の組織を破壊し、解凍すると水分が流出してしまう。野菜や果物なども同様で、しかも糖分が変質、本来の味を失ってしまいます。これウニ綺麗でしょ。あれ、一個一個取れないですね。そうです、ですから柔らかくなってきてる。ウニの味がね、やっぱ飛んでます。飛んでますね、はい、これは寿司ネタにも使えないし、煮ても焼いても食えませんね。あ、このリンゴ、そうは変わってませんね。はい、見た目にはそう変わりませんけど。ああ。バナナありますよ、バナナ。見ただけで嫌になりますね。これはもうブヨ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 。まずいっすね。バナナの香りもしなくなっちゃったな。甘いだけですね。ねえ、こんにゃくですよ、こんにゃく。硬いな、これ、こっち側はまだ何もしてない生のこんにゃく。弾力性というか、弾力性が全然違います。はあ、あ、もうぐちゃぐちゃだ。これこうやったらもう潰れますね。そうです。水分がもう出てるし、組織が変わってますから、スポンジ状で。その冷凍食品の商品開発で、はい、何度も持ち込まれるものってあるんですか。あ、あります。実験してほしい。はい、はい、なん豆腐ですね。豆腐とこんにゃく、これは寿司。なるほど。今不可能を可能にする冷凍技術はどこまで進んでいるのでしょうか。売上1兆円ここまで来た冷凍食品。すごい数のね、新製品が次々に登場している。1日に1個以上ですよ。そうだよね。まあ、どんなね、食べ物でもみんなもう冷凍食品にできるのかと思ったら、
実は意外に難しいものがあるの。基本的なものが、うん、生野菜、果物、こんにゃく、豆腐。そう、難しいんですね。あ、案外ね。ね、うん、まあね、そして今注目されてるのは握り寿司これがね、チーンって一発回答できればこれはすごいでしょう。ピッとは来ないんですけれどね、これ可能になるとまあ画期的と思うんですけどね。あの、ここで最新データをご紹介しましょう、はい、ご覧ください。この20年間冷凍食品の売上伸び続けています。1兆円市場です。右肩上がりだよね。支えているのは主に主食類、10年間で見ますと、あの、焼きおにぎりとかね、ピラフ、そのご飯類が3倍になっていて、麺類、ラーメン、うどんなんかは24倍です。もう主食にシフトしてきてるっていうことですから、はい、まあ、それだけにですね、各社新製品の開発に今しのぎを削っているというわけですね。さあ、注目の握り寿司ですけれども ね、 ありますかね。果たして不可能を可能にすることができるのか。今日はですね、テレビ初公開、その最新の技術に迫ってみることにいたします。電子レンジで一発解凍の握り寿司の開発に成功した会社が富山市にあった。富山といえばマス寿司だが、そのマス寿司を製造している浦島はこの春から冷凍握り寿司の販売を始めるつもりだという。大手食品メーカーも注目のその新技術とは何か。社長さんはいらっしゃいますか。はい、おります。どうも、はじめまして。はじめまして。こちらでなんか冷凍寿司を作ってるって聞いたんですか。そうです、棒寿司と冷凍の握り寿司、いよいよ開発がうまくいき始めまして、いよいよ生産が始まっているんです。自信満々の社長さんだが、その冷凍握り寿司はシャリとネタを別々にレンジで解凍するものなのかもしれません。それならば画期的な発明とは言い難い。半信半疑で冷凍庫。どれですか。こちらが握り寿司、冷凍になっている握り寿司ですね。ちょっとあれ手に持ってみせてください。はい。あ、こういう風になってるんですか。はい。ちょっとこれシャリも一緒に冷凍にしてるんですか。そうです。このようにシャリも一緒になっております。ネタだけじゃないんだ。違います。もうこのまま解凍して、そのままあのお召し上がりになられますので、もう完成品です、これで。はぁー。で、これ解凍するとすぐ食べられるんですか。え、レンジでチンとすると食べられます。え、で、ちょっと、電子レンジでチンなんですか。そうです。お湯でやるんじゃないですか。そうじゃないんです。電子レンジでチンとするからこそ日本で初めてっていう技術なんです。はぁ、電子レンジでチンしたお寿司。そうです。まずいんじゃないかな、うん、まあ、この辺にのあのトレーに入れる時の握り寿司の配置が一つのポイントになってるわけですね。あ、これ配置考えて入れてるんですか。もちろんそうなんです。ということは、あの、電子レンジのマイクロ波っていうのは角角に強く当たるわけなんですね。で、先に溶けるのが端っこからなんです、うん、ということは端っこに熱の当たってもいい卵焼き、で一番問題なマグロあたりは中に入れてるわけです。あ、これ配置考えてるんだ。そうです、うん、このもうカチンカチンですね、見てる通り。これは普通の電子レンジ入れるだけ。はい、ご家庭にあるどこでもある500ワットの電子レンジですね。何分、2分ですね。2分切りですね。シャリとネタの同時解凍なんて本当にできるのか。綺麗な色に出てるわ。これであの10分間放置して、うん、しますと、もう完全に綺麗に解凍になります。あ、ほんとだんだんやっぱりお米の方も光ってきたね。ツヤが出てきます。ツヤ出てきましたね、うん、これマグロからいってみようかな。はあ、綺麗だね。いける。はあ、お酢も十分に効いてるんじゃないですか。効いてますか。そこのところが一つのポイントだと思うんですね。なんでこうなんですかね。お米とネタにより以上の水を含ませるっていうところが大きなポイントなんですね。そこか、
これは何だ。まあ、こういう溶液の中にある範囲の電油をかけるわけです、うん、で電油をかけることによってこの水溶液の中の炭素分子が大きく変化をして C60 っていうトラーレン炭素に変化していくわけです。こういうものを微量入れることで保水効果なんで保水力っていうものを非常に高めてるんじゃないかっていう予測をしているわけです。電子レンジのマイクロ波は水分と反応して熱を出す。そこでシャリの保水性を高めればシャリがネタよりも先に解凍できると考え C60 を使ったのです。将来の展望っていうのはどうなのか、数字が出てますか。9年度あたりですと私どもの出荷ベースで大体10億円くらい、それから平成10年度では、50億円、うん、10年11年度では100億円というふうなシミュレーションが書かれてきています、うん、そんな莫大な数字がもう弾かれてるんですか。これ営業の人が東京とかあちこち回るんですか。はい、東京に来ましたね。はい、今日が冷凍寿司の販売の東京への第一歩ということでちょっと勇気が湧いてきました。そう、はい、東京で売り込むの初めて。はい、そうです。100億円への第一歩が始まった。まずはアンテナショップの確保だ。あ、それ、はい、カラオケランチタイム、ランチご注文の方に限りカラオケルーム料1時間無料になります。ここに入るわけ。そうですね、そこになんとかお寿司を入れたいなと思いまして。入れたい、はい。大手の企業なら大量生産して流通に乗せるのだが、まだ量産できる体制にはない。そのですね、実はこのカラオケボックスの方でですね、はい、うちの冷凍寿司をですね、はい、販売していただけないかなということで、ちょっと試食を兼ねてですね、はい、いろいろちょっとお話しさせていただけないかなと思いまして。お店、どうぞ。え、前から用意して。はい。すごいね、やっぱりやる気ありますわ。今日はちょっと気合い入れてきましたので。電子レンジの扱い方を間違えたら100億円の夢は消えます。レンジのところを押していただきまして、これで何秒かかります、はい、そうです。お、できましたか。すみません、失敗しました。失敗した。どこ失敗したの。いや、マグロがちょっと逃げちゃいまして。あ、これちゃダメなの。え、難しいね。ちょっと今作ってすぐ持ってきたばっかりなんで、我々もちょっと解凍テストしてないんですよ、現実。なるほど。あ、もうこうなったらダメなんだ。ダメですね。他は良くても、はい。怖いです。ちょっと怖いね。そうするとこれ全部もうロスというか。あ、そうですね、これセットですからね、はい、こういうこともあるんですね。まあ、ただ時間は、いや、そうですね、時間がちょっと長すぎたっていうので、時間計んなさいよ。大丈夫かな。大丈夫です。これまでの試作品とネタを変えたための失敗か。いや、まただ。またですか。あ、おかしいな。ごめんなさい、これテーブル、ターンテーブルが回ってないからだ。ああ、なるほど。おかしいなと思ったら、今気がついたんですか。さっきから待ってなかったですよ。すいません、ちょっと待ってください。回ってないですね。うん、ターンテーブル回らなきゃダメ。回らないと。あ、回ってますか。あ、回ってましたね、今。だから集中しちゃって熱が。よかったね。よかった。なんでかなと思っちゃいました。すいません、すいません。はい、いや、原因がすぐ分かりましたんで、よかったです。二度あることは三度ある。もう失敗は許されません。100億円は虎の狸の革残用か。回りました。よかったです。3度目にして解凍成功。店長の試食を固唾を飲んで見守ります。